コンセプトは、プログラミング言語の機能。かつて CA の採用が検討されていたが、見送られた。ISO, i e c j t 1 c 1 SC22, WG21C、標準会委員会による C プラス 0X の策定において2009年前半まで検討され、企画書のドラフトにも盛り込まれていたが、2009年7月13日の投票で削除されることが決まった。 C では、テンプレートクラス、関数は、引数とする方に、必然的に何らかの制限を課す。例えば、STL コンテナは格納する方に、デフォルトコンストラクタを要求する。Who& 型のオブジェクトを受ける関数には、Who の、あらゆるサブタイプを渡せる、というようなクラス階層によって提供される動的な、多体とは違い、テンプレート引数には、 テンプレートが使う演算をサポートするクラスならば何でも渡すことができる。しかし通常の関数の場合は引数に対する要求は明確であるがテンプレートの場合はオブジェクトが持たなければならないインターフェースはテンプレート定義の中に隠れてしまっている。コンセプトはテンプレート引数が持たなくてはならないインターフェースを明文化する機構を提供する。 コンセプトを導入する理由の一つは、エラーメッセージの質の改善である。テンプレートが必要とするインターフェースを持っていない、型をプログラマーが使おうとした場合、コンパイラはエラーを出す。しかし、その種のエラーは理解し難いものになりやすく、特に初心者には非常に難解である。この理由としては、エラーメッセージにテンプレート引数が省略されずに表示され、 非常に長いエラーメッセージが出力されてしまうことが多いことが挙げられる。コンパイラによっては単純なミスが数キロバイトものエラーメッセージを出す結果になることもある。他の理由としてエラーメッセージがエラーの実際の理由を明確に示していないことがあるということもある。例えばコピーコンストラクタを持たないオブジェクトのベクターを構築しようとした場合、 大抵の場合のエラーメッセージは、内包するオブジェクトにコピーコンストラクタを読んでしまった、ベクタークラスに言及するものになってしまう。熟練したプログラマでないと、本当のエラーが、ベクターに渡した方が、ベクターの要件を満たしきれていないことがわからないだろう。コンセプトが記載された最後の企画書ドラフトである、N2914 の記述に基づいて説明する。 コンセプトは名前付きの構造であり、型が提供しなければならない機能を指定する。この点は、オブジェクト思考プログラミングで、型の行えることの制限の定義を規定クラスにより行うのに似ている。しかし、オブジェクト思考プログラミングとは違い、コンセプトの定義自体にはテンプレートに渡される型が、明示的に関連付けられず、テンプレート定義の側で結び付けられる、テンプレート、 レッサンコンプラブル T、コンスト T& ミニッツ。リターン X、Y、X、Y。テンプレート型引数に、クラスやタイプネームを使い任意の方と指定するのではなく、前方で定義されたコンセプトであるレッサンコンプラブルを使用している。テンプレート関数ミニッツに渡された方が、コンセプトレッサンコンプラブルを満たさない場合、コンパイルエラーとなり、 テンプレート実体化に使われた方が、レッサンコンプラブルコンセプトに適合しなかったことが報告される。より一般的なコンセプトの使用の記法は以下のようになる。テンプレートタイプネム t、リクワイアーズレッサンコンプラブル t、コンスト t ミニッ and minutes, x, y, x, y。リクワイアーズキーワードの後には、コンセプト宣言のリストが続く。 これにより、複数の型を使うコンセプトを使用できる。また、Requires S3 Complable T のように用いることもでき、あるコンセプトに合致する方の使用を禁止することができる。これらの機能は、テンプレートの特殊化と同様の方法で使用できる。一般的なテンプレートを少ない機能しか使わないものとして定義し、さらに多機能なコンセプトを用いた特殊化を用意する。 ことで、その機能を用いて高いパフォーマンスや高機能性を実現できる。コンセプトは以下のように定義される、オートコンセプトレスサンコンプラブルタイプネム T。プールオペレーター。この例に含まれているキーワードオートは、コンセプトに記述された操作を提供する、あらゆる方がコンセプトを満たすこととする、ということを示すものである。オートキーワードがない場合、 コンセプトを満たす方を宣言するのにコンセプトマップを使う必要がある。このコンセプトは自身と同じ方の引数を2つ取り、ブールを返す演算子を持つあらゆる方はレッサンコンプラブルであるということを示している。演算子は対域関数ではなく、型 T のメンバー関数でなくてはならない。コンセプトは複数の方を含むこともできる。例えば2つの方を取り、 片方がもう片方の型へと変換できるということを表すコンセプトは、オートコンセプトコンバーチブル、タイプネム T、タイプネム U、オペレーター U。これをテンプレートで使うためには、コンセプトの一般的使用の記法を使う必要がある、テンプレート、タイプネム U、タイプネム T、リクワイアーズコンバーチブル、T、U、U コンバート、リターン T、 コンセプトは複合できる。例えば、レギュラーというコンセプトが与えられている場合、コンセプトインパーティターイーター、タイプネムター、タイプネムバリュー、リクワイアーレギュラー、ター、バリューオペレーター、ターオペレーター、ターオペレーター。インパーティターイーターコンセプトに渡された、テンプレート引数の一つ目は、レギュラーコンセプトを満たすことが確認される。 継承を行うように、コンセプトも他のコンセプトから派生できる。そして、クラスの継承のように、派生コンセプトも規定コンセプトの要件を満たす。派生コンセプトは、クラスの派生のように定義される、コンセプトフォーアーディターイター、タイプネムター、タイプネムバリュー、インパーティターイター、ター、バリュー。ここに、他の要件を追記する。 コンセプトに型名を結びつけることもできる。これにより、型名が使用可能であることをコンセプトの要件として表現できる。コンセプトインパーティターアイター、タイプネムター、タイプネムバリュータイプ、タイプネムレファレンス、タイプネムポインター、タイプネムディファレンスタイプ、リクワイアーレギュラー、ター、リクワイアーコンバーチブル、レファレンス、バリュータイプ、レファレンスオペレーター、 デリファレンス e ターオペレーター、全値インクリメント。ターオペレーター、ー値インクリメント。コンセプトマップは、コンセプトに型を明示的に結びつけるのに使われる。これにより、型が型定義を変えることなく、コンセプトに適合することを示せる。例を挙げる。コンセプト、マップ、インパーティター、イター、チャー。タイプデフ、チャーバリュータイプ。 タイプデフチャーレファレンス。タイプデフチャーポインター。タイプデフ std と diff tdifference タイプ。このコンセプトマップはインパーティターイータコンセプトを満たす型としてチャー型を与えている。柔軟性を高めるためコンセプトマップ自体をテンプレートにできる。以下の例はあらゆるポインター型を扱えるように拡張したものであるテンプレート。 タイプネム T コンセプトマップインパーティターアイター T, タイ, t ータ,イタイプデフ t v a l u タイプタイプデフ T& レファレンスタイプデフ T ポインタータイプデフ STD と d i f t d ィファレンスタイプさらにコンセプトマップはクラスに共通に関連付けられる関数定義などの構造を示すミニタイプとしても振る舞うこともできるコンセプトスタックタイプネム X タイプネム、バリュータイプ、ボイドプッシュ、ボイドポップ。バリュー、タイプトップ、ブールエンプティ。テンプレート、タイプネム T コンセプト、マップスタック、STD、ベクター、T。タイプデフ、T バリュータイプ、ボイドプッシュ、V プッシュバック、ボイドポップ、V ポップバック。T トップ、リターン、V バック。ブールエンプティ、リターン、V エンプティ。 このコンセプトマップは、スタックコンセプトを実装する方を引数とするテンプレートが、std、ベクターを引数に取れるように定義している。std、ベクターを使えるようにするため、各関数呼び出しを std、ベクターの関数の呼び出しに置き換えている。これを用いれば、究極的には、すでに存在するオブジェクトの定義を変えることなく、それを テンプレート関数が使用するインターフェースに適合できる。性的な表明を用いてコンセプトの各要件を確認できることもできる。実際には性的表明の機能は別の問題に焦点を当てているのであるが、この機能でテンプレートの要する要件を検証することができる。アクシアムキーワードを用いてコンセプトを実装する方が満たすべき性質を記述できる。 これは、コードの動作には寄与せず、コードチェックや IDE へのヒントとしての利用が想定されている。例とチェックキーワードを用いて、部分的にコンセプトによるチェックを行わないようにできる。いくつかのコンセプトは、ライブラリーの使用によらず、STD 名前空間内に暗黙に定義される。コンセプトをベースとした機能、およびコンセプトのライブラリーも導入される予定であった。 コンセプトの削除後はコンセプトを使わないように修正されている。修正後については C プラス 0X を参照。範囲ベースのホーループブースト C ライブラリーではいくつか範囲のコンセプトを使用しているものがある。範囲はリストの2点を持ってリストを表現するものであり、コンテナにも似ている。順序付きのコンテナは範囲コンセプトから見れば上位にあり。 順序付きコンテナから2つイテレータを持ってくれば範囲を定義できる。これらの考え方や、またこれを元に動作するアルゴリズムが C プラス 0X の標準ライブラリーに組み込まれる予定である。しかし C プラス 0X ではライブラリーだけではなく範囲コンセプトを使う言語機能ももたらされることになる予定である。法文では範囲の考え方を用いて 簡単な反復が行えるようになる。int my, array イコール、1、2、3、4、5、4、x イコールに。神経式のフォーループでは、一つ目の部分で範囲を反復するために使う変数を定義する。この変数は、一般のフォーループで宣言される変数同様、ループの範囲にのみスコープを持つ。に続く二つ目の部分で、反復対象の範囲を指定する。 この場合、C スタイルの配列を範囲コンセプトに変換するコンセプトマップがあるので C 配列を範囲コンセプトとして渡すことができる。この機能は STD、ベクターなどの範囲コンセプトを満たすものなら何にでも適用できる。コンセプトライブラリー C プラス 0X にはコンセプトのライブラリーが追加される予定であったタイプトレーツのコンセプト版、ハスプラス、 ディフォルテンストラックタブルなどの基本的な性質を表すコンセプトが集められている。STL コンテナを規定するコンセプト、イテレータを規定するコンセプト、アロケータを規定するコンセプト、ありがとうございます。